大谷岩太郎昭和25年10月10日は、旭日川市の実業家、政治家、大谷酒造株式会社の創業者、新潟県出身、新州大谷派旭日川別院団下総大。旭日川村への鉄道誘致、日本放送協会、北海道放送局開設、百貨店丸い前浅日川支店にも深く携わった。1928年6月根治放送。 大谷家紋章親酒造株式会社現在の旭日川市六条六丁目にあった酒造会社。明治42年、下村昭之助の酒造場を買収、43年度から生産を始め、同年の作り国高672国、44年1051国を生産して千国ぐらいに仲間入りした。代表的な銘柄は、朝日正宗、 朝日、自慢昭和24年朝日川種類、工業株式会社から分離、昭和45年廃業。朝日、正宗の看板親がやってきた1890年、明治23年頃までの朝日川地方は、全くの無警察時代で、深海地にありがちな水管が暴れる、土方や妊婦がごろつく、脱獄衆の押し入りなど、日々物騒な事件が続いた。 深海地の旭川にもこれらの古文が入り込んで、互いにしのぎを削る外、どこを等との間にもいろいろな問題を起こし、中には店に酒を借りに行き、審査内と主人を張り倒したり、飲食店に入っては他の客に喧嘩を吹きかけて、飲み城を取ったり、始末に追えなかった。1891年、明治24年のある日、大谷方に一人のブライカンがやってきて座り込み、 ゆすりを始めたが、相手にならぬのを怒って、大声を上げてわめきたて突然火鉢をひっくり返してしまった。大谷はこれに逆らわず静かになだめて返したが、すぐに、そのぐらい間の親分を尋ねいくらかの金を包んで、懇談したところ、親分は恐縮して、子分たちを固く今しめたという。柏崎から出雲崎へ通ずる、海岸線に沿った街道から少し入った、 稲荷宮という小高い一角にある、椎谷藩主、堀明明公の館の後方にあった。椎谷藩邸跡にある石碑の裏には、発起人として、岩太郎の名が刻まれている。先祖は、行部所有、吉高の孫越前の鶴河より、池の裏に移り来たり、大谷藩兵から別れ、徳川幕政の初期、椎谷の藩祖、堀直政公が、豊臣、徳川の私有を決した。 慶長、元の領役における選考によって、シーアに風ゼラルにあたり、ホリケに従属しわてシーアに定住した。大谷の祖父を大谷岩上門と言い,い、大官として相当な権勢を誇った。ありがとうございます。